お疲れ様ですまあ自分の人生を振り返って自分に問うとすると人並み外れた数をやったのは何っていうふうにね聞いてみたいですよね。人並み外れて数をやったのは何そうですねやっぱり1億円っていうお金も多分人並み外れた数といえば数なんでしょうけどもじゃあブログを1万本とかねそれからツイッターのフォロワーが10万人とかね YouTube の動画投稿が10万本とかね人並み外れた数をやれば必ず何か足跡を残せるんじゃないかなと思うんですよでも人並みか人並み以下の数ではやっぱり何も残らないでしょうねそれだったら頑張る人誰もいなくなっちゃうんでであらゆるスポーツとかにも言えるんですけども、うん、そのラッキーなヒットとかラッキーなパンチとかラッキーな状況 スポーツでもいろんな場面であると思うんですよ。スポーツ以外でも。でもそれっていうのは、無数に繰り返した数の中から1個2個っていうふうにそのラッキーが編み出されるんであって、たまたま未経験の人がビギナーズックみたいなのね、うまくいきましたっていうのは、ビギナーがたくさんいるからその中の誰かはあるでしょうってことなんですよね。だからやっぱり基本的には自分の中の数を高めていかなければ、ラッキーにすら出られないし、 ラッキーに出会えないんだけども数をやれば実情がつくしってことでしょうね少なくともやってきたっていう数の実績は確実に残るんでまずはそこを目指していくことかなと思いますピカソの例もなんかね私も知ってますけども、うん、なんかそんなすごいことやってたんだなっていうのはね改めてあのめちゃくちゃな映画なんでこれがいいんだろうそれはいろいろやってきていろんな手法を試してきて あれをやったたに高いい評価を初めて得たって得っうねまさにピカソが当時流行っていたら画風だけでやってったら出会えなかった実績だったのかもしれないですね。はいまあ、私たちもね何に出会えるか分かりませんけどもとりあえず手かずっていきましょうそれでは。